まあ、相手を引き込んでカウンター、まあ、それが本当に理想の形なんだと、センターバックの中田にもそんな話をしていました。まあ、あとはなんといっても名古屋ホームで負けなし4勝4分け。さあ、ただその流れでコーナーキックです。オンフィールドレビューいきますね。はい、まあ、大きくは、まあ、もちろん肘あたりにこう当たってますけど、ちょっとね、はい、肩の周辺というイメージなので。あー、 PK です。 VAR 判定変更の PK、決めました。まあ、村上もコースはね読んでたんですけど、まあ、やっぱりギリギリのところで飛んでますから、足元で読んだ佐藤です。その奥ルキアン、佐藤龍馬のスプリントですが、その前で藤井が対応、倒れたところは笛はありません。まあ、この角度だとちょっとあの藤井の膝が佐藤のこの左足にかかってる風には感じます。おっと、 PK ですか。守るかランゲラック。佐藤龍馬の右足です。同点。まあ、これもランゲラックコースに行ってるんですけど、やっぱりボールのスピード、それから高さ、まあ、やっぱグラウンダーですとなかなか難しいですよね。さあ、どこを狙ってくるでしょうか。ヘッドユンカー、ほとんど狙ってますよね。ユンカー常にファーサイドニアからのスラッシュボールとかニアからのボールに対してもう常にフリーで。逆サイドで一瞬手を挙げた小田ですが、ドーグラスグローリーは様子見ながら、相手通したところはユンカー、ハッサ、さあマテウスだ、さあマテウス、マテウス浮かせた、ワークスター決定機でした。川端主審はここで試合終了のホイッスルを鳴らしました。2対1。